さあこんにちは、カオクです。さあユッピーさんと2戦目いきましょう。1戦目激戦でしたね、今回は2戦目、ターブル使っていきます。ドラゴンさんセレクションでスーパーヒュー、あ、待って、17号使っていきましょう。17、18で貫通で、でヤムチャでザマス合体の、16号でスーパーヒュー使っていきましょう。でターブルと今回も1戦目と同じ条件でやってます。でアプリは3で2でいきますから、ね、アプリ3かな、3でいいっすね。なんかもしかしたら固定で来るかもしれない。固定だったら2にしたのは間違ってるけど、まあそこはしょうがないですね。ただこれあれですね、1ラウンドにもう復活組んじゃいます。復活を組んで、2、3とコツコツ仕留めていくと。パワーはないんでね、さあ行きましょう。宇宙か、顔もろ見えちゃうんだな。お、1、2、3、4、5、6、お、復活ですね。多分ユッピーさんも復活ですね、これ。ラングス 25% 減かな、んで5倍のあれか。 HP 18000のアプリ2ラウンドと、決めるんだったら早めに決めた方がいいですね。あれ17号とドクターミュート、あれは復活ですね。あのヒロッチ、まだ今動画をアップしたいんですけど、この後動画アップ予定なんですけど、それで私が使ったデッキと一緒ですね。ドラゴンさんセレクションということはヒーローエナジー溜まるのが何かいるはずだけど、いないですね。どこで復活組んでくるかなんだよな。2かな、2であれかな、東北制覇かなんかで組んでくる可能性あるな。全出しして気力回復あるかな、ないよね。あ、スーパー17はあれか、あれ持ってんのか。スーパー17はこれ相性悪いっすね。これでいきましょう。スーパー17号で全部持ってかれちゃうんで、多分先行取ればいけるか。でもそういうことは、先行取ればいい、あ、いや、これでいきましょう。これでいいっす。パワー下げるのいないよね。スーパー17号は下げてくるはずなんだよね。 HP 24000のアプリ2ラウンドと OK 先行取れたんで、お、17号下げてこなかったですね。OK、 さあ行きましょう。オッケー、気絶しないかな。あの栽培マンなんだっけ、なんか3倍とか5倍とかじゃなかったっけ。オッケーオッケーオッケー。多分次復活組まれたらきついな。さあ行きましょう。2、4、4つか。 OK、 ゴッドメテオ打ちますか。2で決めるしかないですね、前に出て。 OKOK、ただ復活組めちゃうんだよね。OK、
クターミューは計算だから2ラウンドに復活組まれる前に決めないとまずい。うわ気絶すんなよ。危ない危ない危ない。 OK。 あこれゴッドメーター持ってんな。お互い復活か。どうしようかな。戦闘力でも持ってかれるしな。これユッピーさん強いな。さあ行きましょう。オッケー。ベジータゴッドメートルだよね。5円。おラッキー。16,000決めましょう。あ、7000制限してくる？もしかして。6、7か。必殺技7なんで、7000制限されたらきついな。でも多分ね、トーク制覇アプリかなんかやってくる予定なんじゃないかな。で、17号下げて、で、貯めるんじゃないかな。拾えないし。だから、多分7000制限するっていうあれはなかったはず。最初あれな、タオル1枚出してもよかったな。まさか全出してくると読まなかったっすね。ラグスは多分 25% 減なんで OKOK。 戦闘力制限じゃないね。 OK いいでしょう。1万6000か。2466しかたまんね。6か。あ、まあこれでいきましょう。で、7分の1でターブルにいってくればそれでいい。威力ダメージを受けないかな。復活か、それかあの東北制覇で復活を組む感じじゃないですかね。柔軟は絶対下げてくるはずですね。相手のアタッカーの分ヒーローエナジーアップと。お、違った。 OKOK。 さあ行きましょう。必殺技打てねえけど1万6000くらいだったらいけそう。お、何このマイナス2万8000って。何何何今2万8000って。あ、あれ今回のやつか。なんか BM2 弾のやつか。マジか。やべえじゃん。さあ行きましょう。あ、気絶しねえのか。全然食らわねえ。やべえ、全然食らわないんだけどこれ。マジか。しかも気絶もしねえし。やべ、コツコツ行く作戦は全然ダメだ。よしよしよし、オッケーオッケー。ターブルに行ってくんねえか。ターブル、相手の攻撃ターブル行ってくればここで復活組めるんだけど。オッケー。気絶しないみたいな。多分ゴッドメテオだよねこれ。違ったっけ。さあ行こう。 OK。 フリストモード継続だ。やべえ、パワー下げられたの気づかなかったわ。頑張れ頑張れ。オッケー。ちょっとここでなんか打つか。やめよう。
でもやめよう。OK。何あの気絶し、ああアプリか。さあ行きましょう。OK。OK OK。いややべ。OK。ゴッドメテオなんだよね。極限を持ってると思った。どうでしょう。やっぱそうですね。じゃあ3では決まんないですね。OK。これはいいっす。さあどうしようかな。とりあえず。復活決めましょう。じゃあ極限だから、いやーこっちね4100ミサイルがないんだよな。7000制限しましょう。そうすればヒルエナジーたまんないんで、オッケー。オッケー。オッケー。ここで245、多分7000制限してるから復活は組めないはずで、次死んだとしてもこっち復活先だからいけると思いますね。 OK。 ちょっとだいぶご了承ですけどしょうがない。 OK。 OKOK。 でここはちょっと負けててもいいですね。次のラウンドのために負けましょう。オッケー。確かあれ必殺技サイバーマン打てても30%以下で5倍だったような気がするな。違ったっけ。ロックオンか。ヤムチャ入れといてよかった。気力回復。OK。 さあ行きましょう。気絶させっか。気絶。おお、ユピさんカウンターラッシュとフリーズ結構入れてきますね。こっちもあるよね。 OK。 でも半分減ってないからここで減るかな。でもOK。さあ行きましょう。気絶させましょう。気絶。上手だな、IP さん。上手。OK。気絶してくれると思うんだよな。あ、膝そう打てないのか。しないかな。ラグスはするな。OK、ラグスは気絶したと。復活は組めないから。OK OK。ここ負けるか。ここ負けましょう。ミラクルがそうそう出てもあれなんで。
ストゲージが増えたぞ。まあ、ここら辺やんないっすね。次に届きましょう。あ、スパーキンは何？ダメなの？OK。あ、すでに200。先行取れればいけますね、次。OK、OK。これはやらないっす。OK。復活組んでるんで、ここで死んでも OK。ただ、気絶だけはしないようにしましょう。やべえ、結構食らうな。死にはしないだろう。オッケーオッケー。戦闘力制限あったっけ。なんか1000以上上がんないのあったような気がするな。まあまあ、だとしても1000以上上がなくても OK なんで、復活使います。復活 OK。OK、 次必殺は参入てんのか。 OK、 スーパーエナジーは、あ、ドローか。あ、ブッドベスイング誰持ってるんですかね。あ、今回 BM2 弾結構使ってきますね。あれですね、俺この BM2 弾とか BM1 弾こうあるじゃないですか。で、BM2 弾稼働中は BM2 弾のカードを使わないようにしてるんですね。だからその弾のカードって結構こう、なんつうか分かるというか、分かるじゃないですか。だから、分かられちゃうから、結局こういうネタデッキでやるときは、分かられないように古いカード結構使えますね。あ、そう、フレンドマッチする方はそれ見てくれる。古いカードを使ってます。だから例えば、まあ、今回ターブル BM1 弾の、まあ、ドラゴンさんからいただいたんですけど、それ BM1 弾でほぼ使わないようにして BM2 弾から使うとか、ザマスも BS1 弾ですね。ザマス使ったりも、なんで2弾のは、まあ、持ってないっていうのもあるんですけど。 OK。 多分戦闘力1000以上上がらないっていうのはあったような気がする。さあどうでしょう。これだよね。お、ユニットは組んでこなかったですね。ということはお互い全出しかですね。 OK。 先行取れなかったとしても、おー、戦闘力向こう上っすね。おー、はいはい。ロックオンか。ちょっと栽培マン の、 あの5倍気になりますね。あー、はいはい、ヤムちゃん行くと、あ、ヤムちゃんに行くと、ギリか。まあ、ほぼ全出しでしたね。さばきも何もなく。あ、 OK OK。 まあまあちょっとでも減らしておきましょう。お、しかも栽培前に入った。絶対ユッピーさん、ユッピーさん今頃言ってるよね、ええー、みたいな、栽培前に入るのかよみたいな。いや、でも俺もユッピーさん1戦目7分の1で気絶しないに気絶させるためのチェンジラッシュ入りましたんで同じです、ユッピーさん。 OK。 まさかの、分かるんだよな、こういう時にユッピーさん、あれっすよね、イラッとしますよね。さあ行きましょう。あれ、回線飛んだかな。やべ、あ、ミラクル出ましたけど、まあ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 いいでしょう。ちょっとこう、なんつうの、チャージのタイミングが空くとちょっとリズムが狂いますね。ですね、OK。さあ、
サードアクションないよね、確かね。さあ行きましょう。持ちこたえるんじゃない、もしかしたらここ。あーやべえ、なんだよ。これ復活すると思います。あーマジか、エリートは負けちゃいけねえ、ヒデするから。止まりやがった。これはユッピーさんも止まってんすかね、アイテム。ちょっと分かんないです。音楽止まるときは OK。 ここはカットいていいんです。ここ負けちゃうと、あ、復活するときってこのエリートは負けちゃダメなんです絶対。マジかよ、なんで俺じゃなくてミラクルユッピーさん。さあ行きましょう。さあ試合ほぼ負けたんで、ミラクルはこっちにも溜まってるはず。ミラクル行きましょう、ミラクル頼り。さあ行こう。さあエリート、気絶しよう、気絶、気絶させてズドン行こう、ズドン。OK。 OK。 あ、なに、もしかしてなんだっけ、あれパワー下げるの1ラウンド限りなの。いや初めて知った。 OK。ということはこう決まったでしょ、どうでしょう。 OK。 なんとかかんとか、さあどうでしょう。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。 UP さんすいません、ありがとうございました。またやりましょう。前回は私負けて、今回は私が2勝したんで、またゆびさんね、ぜひやりましょう。最後までご視聴ありがとうございました。コークでした。